安藤耕三5月3日から1985年2月10日は、日本の政治家、操縦士、衆議院議員、愛知県知多市出身。1916年、名古屋港上空で、米飛行士アート、スミスの曲芸飛行を見て、航空界を志す。陸軍所沢飛行第4大隊に入り、一等飛行機、操縦士となる。陸軍を除隊後、知多郡八幡村に、水上飛行場を開設する。その後、名古屋二見間の定期航空路や和歌山新宮間の航空路を開設する。その一方で1924年に安藤飛行機研究所を開き、所長となり、操縦士、機関士の育成などを行った。1937年の第20回衆議院議員総選挙では、旧愛知2区から無所属で立候補して初当選。1942年の第21回衆議院議員総選挙でも、大勢翌3回の推薦を受けずに再選された。1946年の第22回総選挙は、愛知県第1区から日本共同党公認で立候補したが落選。1947年の第23回総選挙は、旧愛知2区から国民共同党公認で立候補するも落選した。1985年2月10日、死去。育てたパイロットの中には、元運輸省航空局技術課長の孫、林俊一や日本の女性パイロット1号の西崎キクのほか、戦後の民間航空で活躍した人々が多数含まれる。ありがとうございます。